まず先ほど作ったお団子の上の部分に引っ掛けて、ここで一度ゴムをクロスさせます。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回は大きなシュシュを使ったアレンジのご紹介になります。簡単なアレンジですので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。まずベースはキヌージョのヘアアイロンを使って毛先を内巻きに巻いておきます。結んだ時に毛先が出てきても巻いてあるとまとまりやすくなってくれるので、毛先だけでも巻いておくと後が楽ちんです。まずはトップの髪をまとめていきます。そしたらここで一度お団子状に結んでいきます。そしたらここのゴムの結び目を押さえながら周りを引き出してほぐしていきます。次に残った毛先をすべてまとめて同じようにお団子を作っていきます。で下も同じようにゴムの結び目を押さえながらちょっとずつ引き出してほぐしておきます。お団子に結んだ時にこういう短い毛が少し出てしまう場合は、小さなゴムでもう一度お団子の上からゴムで留めてあげると収まりが良くなります。サイドの短い毛は遅れ毛として足して巻いていきます。短い毛はこうやって波ウェーブとかにするとおしゃれで可愛いかと思います。最後にシュシュを使っていきます。まず先ほど作ったお団子の上の部分に引っ掛けて、ここで一度ゴムをクロスさせます。そして下のゴムに引っ掛けます。あとは形をちょっと整えてあげるとしっかり止まります。仕上がりはこんな感じです。シュシュを使うことでボリュームが出て華やかなアレンジになります。